今日からね、山川日本史動画で教科書ガイドをね、再開したいと思いますね。今回は、山川日本史の187ページのね、江戸時代の村と百姓をね、こんな順番で説明していこうと思います。この動画を見れば、江戸の村がどんなものだったのか、そして百姓がどんな生活をしてたのか、完璧にわかります。早速始めていきます。はい、じゃあ初めはね、村の概要ですね。村というのはね、百姓の家を中心に作られた集落ってのが真ん中にあって、その周りをね、田畑のね、耕された土地とかね、山とか川とか、あとはね、林とかね、そういうのがね、取り囲んでいると。そういう構造がなされているという、小さな共同体のことを村と言ったんですね。江戸時代ですよ。ね。そもそも百姓って誰なのってね。百姓は当時のね、農民さんですよね。はい。これが今回の大きなトピックなんですね。はい。これが概要でした。はい、じゃあ次です。はい、じゃあ次ですね。幕府にとっての村の意味というところでね。幕府ってそもそも何なのって。江戸時代の侍が作った政治組織ですよね。ここはね、実はね、当時ね、百姓とかが治めているね、米の税、石高が重要な経済基盤だったんですね。これがなくなるとやばいと。だから、幕府にとっては重要な基盤として、この村も百姓も機能していたと。欠かせなかったわけですね。はい、じゃあ次です。次にね、江戸における村ができた背景ですね。まず一つ目ね、豊臣秀吉の検地と兵農分離政策ですよ。これによって、どこにどんな村があるのってのがカチカチに把握されたんですね。そうするとね、支配がしやすくなるわけですね。次です。曹村の村切り政策が起きました。これ何なのと。曹村っていうね、鎌倉時代から続くね、村の形式ですよね。それがね、村切りという形で分割してね、どこの地域にどれくらいの構成員がいるのかっていうのをまた把握したと。ね。これで幕府が支配しやすくまたなりましたと。それでね、三つ目。中世のね、急速に進んだ土地開発によってね、いろんな村もできましたと。いろんなできた村をね、直接江戸幕府がね、きっちりとね、把握するという体制が出来上がりました。結果的にね、江戸における村はね、約6万3000以上の数に上ったと。そういうことですね。これが江戸における、いわゆる江戸の村ができた背景なんですね。次です。はい、じゃあ次ですね。村の共通点ですね。共通点を言う前にね、一つ特殊な村をご紹介したいと思いますね。それはね、定期一なんていう催し物を中心にね、村が都市化したと。ワンランク上の村がありました。これの名前は、在郷町ですね。これも一応覚えておいてくださいね。で、次です。名主組頭百姓代。この村方三役がいますよというところで共通点がありましたと。名主組頭百姓代。これもう一回から言っておきますか。名主組頭百姓代とね、このね、三人の村方三役という役職が設置され、その三役がね、村を経営し、組織してましたと。ここ覚えておいてくださいね。この3人はね、みんなね、本百姓と言われる立場の農民だったと。これまた後々説明していくのでね、お楽しみにということでね。そして次ですよ。共同で自主的にいろんなことやります。ここも共通してました。例えばね、田植え、稲刈りとかね、そういう仕事があった時にね、ゆいもやいと言われるようなね、共同作業をしていたと。そんな風にね、やしてね、支え合っていたと。ここも特徴ですよね。で、次ですよ。村の運営は村法に基づいてやっていたと。まあ、村法なんていうね、法律がね、作られてたんですね。きっちりと。すごいですね。これに背くとね、村八部なんていうね、制裁が加えられたりしたんですね。これ一体何なのと。仲間外れにしちゃうってことですよね。村法に背いたら、お前はもう村出てけとね。そんな感じのこともされてましたと。そして最後です。村受け制度という制度がある点で共通してました。これ何かと。村全体の責任としてみんなで年貢、要するにね、税ですね。それをね、きっちり納めましょうと。納めなかったら村全体の責任になっちゃうよというね、こういう仕組みなんですね。これはね、背景にね、きっちりとね、村の政治がなされていたことが、この制度が成り立ったという一番の背景なんですね。大事な。ここが崩壊したらね、幕府とか大名みたいな武士もね、なかなかやばかったんですね。だって年貢来なくなっちゃいますからね。はい。ということなんですね。でね、おまけとしてね、5人組なんて制度もありましたね。これはね、いくつかの家がね、年貢の納入とか、犯罪の防止なんかでね、連帯責任を負わされたと。一つの家がね、犯罪を犯したり、年貢を納めなかったらね、はい、連帯責任です、みたいなね、ことになっちゃうというね、ことなんですね。はい。これもなかなかのシステムですね。
はい、じゃあ次です。はい、じゃあ次ですね。村の階層ですね。実はこんな階層があるんですね。1個目です。本百姓ですね。本百姓っていうのはね、きっちり政府にお前は田んぼと住んでるところを持っているよねってね、認められている人なんですよね。まあそれはね、固い言葉で言うと県知庁っていうね、まあね、政府が作ってる、政府というか幕府が作ってるね、そういう正式な文書にね、あなたは田畑と屋敷持ってますねというね、そうやって公的に記されてる、これ本百姓さんです。またちゃんと年貢とかね、税を納めてます、負担してますっていう人ですね。いや、しっかりしてる。そして村の政治の運営にもしっかり関わってると、まあきっちりとした大人ですよね。はい、これが本百姓です。次です。水の実百姓ですね。これはね、そういう田畑とか持ってませんっていう人ですね。田畑持ってないのに農民でどうやって生きてるのって、それね、いっぱい田畑持ってる人のね、土地を耕してあげますっていう小作人という立場でね、もう要するに雇われてたんですね。一生懸命こう、お願いします、雇ってください、地主さんね、いっぱい持ってるでしょ田畑、管理できますか。できませんね。じゃあ一生懸命耕させていただきます、そう言ったんですよね。それでね、ようやくね、仕方ないね、じゃあね、耕させてあげると、給料もやる、よろしくね。これ小作人ですね。小作としてね、働くという、これが水の実百姓ですね。そして最後です。南郷悲観不代ですね。この人たちはね、どういう立場かというとね、先ほど言った自立してます本百姓、この人たちのまあね、ちょっと奴隷というかですね、下っ端ですね、そういう人たちですね。こういう階層がありました。はい、次です。はい、じゃあ次ですね。百姓の負担ですね。負担といってもね、税のことですね。でまず一つ目、本と物なりですね。本と物なり、これ一体何なのか説明していこうと思います。本と物なりっていうのはね、持っている田畑とかね、屋敷、それに対してかかる年貢と言われる税ですね。基本的に米で納めます。これが基本情報です。でね、特徴は四公六民でした。これ何なのかと、四公、これ40% が税金ですって言うんですね。 40% が税ですよって。でね、6民 60% がまあ農民さんたちのものだと。これですよ、 40% ですよ。皆さん考えてみてくださいね。うまい棒を買いに行きましたと。そしたらね、税金が 40% なんですよ、消費税が。そしたらね、いつも10円で買ったのに14円と、買いますか。これは買いますね。でもね、例えば任天堂スイッチありますね、3万円ですよ、税金 40%、 何円になる、42,000 円です。買いますか。僕は買いませんよ。 40% というね、強烈な割合のね、税だったんですね。ちょっと大変ですね。はい、じゃあ次です。小物なりですね。まあ本と物なりという大きな税に対する、それ以外のいろんな税まとめて小物なりって言おうかみたいなね、感じな税です。まあね、農業以外のね、副業、例えばね、山、川、その辺をね、営んでるね、農民がね、追加でかかっちゃうよってのが大体小物なりと想像しておいてください。はい、で次です。高がかり物、これね、ちょっと噛みやすいですね。もう一回言いましょう。高がかり物、これはね、村全体でどんだけの米が取れたのっていうね、そのね、まあ、村だか村だかっていうんですけどね、村で出した、まあ言ってしまえば利益、米の量に応じてかかってしまうよという税ですね。これもかかっちゃうんだとね。で次ですよ。国役ですね。国役ですね。もう今度はもっと大きいです。一国、まあ、当時の県ですよね。一国単位でかかってしまう税ですね。例えばですね、川の土木工事をねしましょうねとかね、ちょっと大変ですねこれもね。で次です。天満役、これね、天満役ね、これ何なのかと、まあ、これはね、街道と言われるね、まあ、当時で言うのは道路みたいなところのね、まあ、周辺にある村限定なんですけどもね、もしそこでね、馬とかが必要でね、移動手段でね、その時はね、きっちりと差し出してね、そういう感じのね、まあ、税だった。こういうね、負担がありました。結構大変です。忙しい。大変、忙しい。大変ですよね。じゃあ次です。はい、じゃあ次ですね。幕府による百姓への政策ですね。これね、まず大前提としてね、幕府にとって村ってめちゃめちゃ大事なんですよね。なんでか。経済基盤だからですよね、幕府の。彼らが納めてくれる年貢と言われる米の塊ですね。これによって何とか支えられてました幕府ですよ。はい。だからね、幕府としては何がしたいかと。
一生懸命ね、百姓がね、頑張っている政治を安定させますよと。そしてね、もう一つはね、一番大事、貨幣経済に巻き込まれちゃまずいと。要するにね、お金の経済ですね。これなんでかっていうとね、これ巻き込まれると当然リスクがありますもんね。お金をね、バン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 使い始めるとね、今度はね、もうなくなっちゃうよってこともあるんですよ。お金ない金融危機だみたいなね。そしたらね、お金がないから全然納められませんってなっちゃうんですよね。これはまずいと。これはまずいですね。なのでこれも一生懸命なんとか貨幣経済に巻き込まないようにしたいと、この2つの思惑がありました。それでです、出した法律1個目、1643年電波多永代売買の禁止令、これですね、言えますかね、電波多永代売買の禁止令、これですね。これ何なのかと、どの農地がどの本百姓のものなのっていうのはね、きっちりと憲章に書かれてました。これをね破って、特定の人間に農地が集まってしまう、これを禁止しました。なんでかというとね、一人に集まっちゃったらね、一人が大富豪みたいになっちゃってね、なんかとんでもない経営になっちゃって傾きますよ。やっぱりワンマン経営危ないとね。やっぱみんながある程度一定の水準で持ってるっていうのは一番保たれる、安定するでしょうというところでね、これはダメだと。まあ、さらにね、本百姓が没落しちゃったらちょっと危ないしね。うん、というところですよね。次ですよ。1673年分地制限令というのも出されましたと。これ何かと。まあ、例えばね、鈴木さんって言いましたと。鈴木さんたくさん子供生まれました。で、鈴木さんのお父ちゃんが死んじゃいますと。その時にね、相続するわけですよね、土地を。その時にたくさん生まれちゃったら、いっぱいいろんな人にね、もうすんげえちっちゃい単位をね、渡すことになっちゃう。そしたらどうなるかと。土地がちっちゃいイコールしょぼい百姓になっちゃう。本百姓から没落しちゃうと。こういう人がいっぱい増えたらどうなりますか。村傾いちゃいます。村傾いたらどうなりますか。幕府はお金がなくなっちゃいます。これということでね、これをね、防ごうねというところで、分地制限でですね。さらにね、タバコとかね、木綿とかね、菜種などのね、まあ、商品作物と言われるね、いわゆるめちゃめちゃ売買されていた経済、貨幣経済に巻き込まれてしまいそうな、売れる作物を作るのダメだよって言ったりしたんですね。これは完全にね、貨幣経済に巻き込まれて、没落する百姓を減らしたいねという施策でした。なかなかうまいことしますね。という話でしたね。次です。はい、そして最後、百姓の衣服住ですね。衣服こんな感じです。主食こんな感じです。そして住処こんな感じですね。ということでね、大変貧しい生活を本百姓であっても課されてました。厳しい戦いですね。結構大変でしたよね。ということで、こんな感じでね、教科書解読やっていこうと思いますので、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。